お二人は天ざるもしくは天ぷらそばはお好きですか？大好きですよ。まあ私は好きなのですが、うん、天ぷらを先に食べるとそばが伸びてしまいますし、そばを先に食べると天ぷらがくたっとしてしまい美味しくありません。ほら何かいい解決方法はないでしょうか？自分でタイミング考えろや。お前30歳にもなって。そうだよな。おっか。なんでこれを聞きたいんだよ俺たちに。ね、いやまあ俺天ぷらそばで迷ったことはないんだけど、うん、俺ね月見そばの卵割るタイミングは未だに分かんないわ。それは分かります分かります。どこ、うん、俺は最初まあちょっと普通に食べてて、真ん中ぐらいでちょっとレンゲの上で卵割ってなんかそれにちょっとつけたりとかで最後全体に馴染ませる。ああだいたいそうなりますよ、ね、あそうかね、うん、あれタイミング未だに分かんない月見は。天ぷら別に迷わないよね。天ぷらだからでもあったかいのと冷たいのと全然違うと思いますよおそらく。まあまあじゃあ天ざるにしとく。天ざるはエビ食べてヒューって言って最初にエビ行く。エビ行く。エビ日本の場合よ。おうおう、いやいやそば行かない。まず最初に あ最初そば行きます。もちろん、うん、もちろん最初そば行って、うん、あの演じる部分いらないよ別に。エビこうやって食って、うん、いらないいらない。あの一流落語家的ななんか、俺はできるんだぜ的なのを見せたいのか知らんけど。しかも俺そば食べるのめちゃくちゃ早いんですよ。あそう。うん。だからくたっとする時間なんかないです。もうエビ、うん、もう天ぷらの方がやべえっていうぐらいの速さですから俺。どういうこと天ぷらの方がだからもう来んのみたいな。あまだ心の準備が。そう、まだ脱いだばっかり。はい。食べちゃいます。これはもうすごいです。あそう。だカリカリっていう感じのまんま最後オーバーのところまで。おうん、あ天ぷらじゃあね、そば、エビ、うん、オーバー、うん、あと何ある？イカもありますよね。イカとか、あとナスとか。おうおうエビ一発目に行く。だから日本の場合ですよ。おで日本一発目に行って日本の場合は最後にまた最後にエビ。あ最初と最後。エビとエビで挟む感じです。いや最初ナスとか行かねえ。いやエビです、ね。大葉かナスじゃない。大葉最初は大葉途中です。いや残念正解大葉が最初でした。いやいやいやまずエビ残念。だ日本です。じゃあエビ一本にしよう。エビ一本エビ一本。エビ一本だったら半分食べますね、うん、僕エビを一発目に一発目でちょっとこう避けといていらないよだからやったらなんかそばだけ自信持ってるみたいだけどそば食うシーンに別にいらねえからそこいや早いんですよとにかく早いんですよめちゃくちゃいや大葉いくでしょエビ一本の場合まずまず大葉だよ。いきなりですか。そば食べて大葉だね天ぷら。ありえないね、うん。ありえないですよ。それは。大葉か。まずはエビでしょ。じゃない。それが醍醐味ですよ。あ、うん、エビとそばっていうさ、まずだってエビじゃん。まずメインはね。うん、だからかそうメインっていうのはやっぱ最後に食べるわけじゃん。だから最初と最後で締めたいわけですよ。エビで。いや違うな。やっぱメイン。でも、ね、いつ食べるんですか。いやだから最後よ。は？あのアナゴがあればアナゴが最後だよ。どういうこと？そこにエビもアナゴもあったらアナゴの方が最後。アナゴ派ってことですね。うんうんうん、僕はエビ派なんで、うんうん、アナゴがあろうがエビが最後ですよ。最初と最後。いいじゃん。まずエビ半分食べるじゃん。半分食べるじゃん。うん、で大葉とか食べながら。何なんだこの天丼。これが本当の天丼ってやつですかね。本当の天丼だよ。天ぷらをまさに食ってるところの。うどん何うどんが好き？うどんはたぬきです。あ残念正解肉うどんです。いや違います肉うどんは僕は邪道だと思ってますから。肉うどんが絶対1位でしょ。もうそばに肉が入ってきた時点で肉うどんだよ肉うどんでしょ要するに和食のまあ言ってみれば和ですよね、うん、そこに何をあの肉を入れてきて牛肉でしょそれしかもまあいやそんなのはもう許せないですよ物資としていやいや そんなこと言うんだったら、うん、アンパンだってそういうことになるわけね、あんこをパンに入れてアンパン好きでしょアンパン大好きそうほら一緒なわけいやいやだからそれはもうパンですから何が
ちょ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 一緒よパンだろうがそれにね和洋折衷っていう意味では、焼きそばパン好きでしょ。焼きそばパン好き。一緒じゃんか。一緒じゃん。肉うどん。いやむしろ肉うどんのが違和感ないよ。はその和洋の組み合わせでいくと。うどんは老舗ですよ。は？老舗のうどんってことですか。あんの方が多分老舗だよ。そんなこと言うんだったら。あんこの方がいやだから肉を入れるっていうのは言ってみればペリーとかがなんか急に土足で踏み込んできた感じですよ。まあまあパンだってそうじゃん。そんなこと言うんだったらパンは日本文化が飲み込んだんですよ。ねえそれで53の人間が丸め込まれると思ってんの。だからなんとかなアンパンってのは日本のもんじゃないですか。文化じゃないですか。まあまあまあもはやね。もはやね。でも肉うどんって文化じゃないです。やっぱり うどんといえばですよ、きつねうどんが文化なんですよ。そうか、ね、肉うどんはやっぱ邪道だと思うだよ。いや確かにね、その後々作られたものかもしれないけど、ほんまそれだよ。あかん、それあかんだよ。だけどもうこうなったらこの人は話にならない。こうなったら。うどんはあんま食べないの。じゃああんまり機会としては少ないね。例えば天ぷらうどん食べますか。で、どういう順番よ。まずだから2本ありますよね、エビが。あの、じゃあ2本のパターンでいこうか。うんうん、2本あったらまずエビ、まずまあまあ汁を吸いますよね。でうどんをこう。なんだろう、なんかこれ面白くなってきたわ。上田太田上田太田上田